チキチキバンバン、チキチキバンバン、チキチキバングバングは、1968年製作の、イギリスのファンタジーミュージカル映画、作中に登場する車両の名称でもある。20世紀初頭のイギリス。あるレース用自動車は、昔グランプリに何年もの間優勝し続けたが、後のレースで事故を起こし、今では、廃車置き場に放置されている。 カフレ二人の小ちの発明家カラクタカスポッツは夢見る人物だが、お人よしで生活力はない。ある日、自動車が、クズ鉄業者に売り飛ばされることを知ったジェレミーと、ジェマイマは、父のポッツに代わりに買い取ってくれるように頼み込む。購入代金が30シリングという高額だったため、ポッツは代金を捻出しようと、スクランプシャス製化会社に自身が発明した、音が出るキャディを売り込む。 ポッツは以前自動車事故で知り合った社長令状のトルーリーの助けでキャンディーの売り込みに成功するが飼い犬のエジソンが他の犬と共に工場に乱入して売り込みをなしにしてしまう。意気消沈したポッツだったが子供たちの願いを叶えようと近所の祭りでお金を集め自動車を購入する。ポッツはあり合わせの材料で自動車を修理しチキチキバンバンと命名した自動車で 子供たちとトルーリーを誘い海にピクニックに出かける。ピクニックを楽しむポッツは海に浮かぶヨットを見ながらヨットの持ち主はバルガリア国の悪党ボンバースト男爵でチキチキバンバンを奪いに来たと聞かせる。ボンバースト男爵はチキチキバンバンを奪おうと攻撃してくるが船に変形したチキチキバンバンは軽々とヨットから逃げ出してしまう。ボンバースト男爵は 手下のスパイに命令して、チキチキバンバンとポッツの誘拐を命令するが、間違ってポッツの父バンジーを誘拐してしまう。ボンバースト男爵に誘拐されるバンジーを見かけたポッツたちは、飛行機に変形したチキチキバンバンに乗りバルガリアに向かう。バルガリアに連れて来られたバンジーは、1日で空を飛ぶ、自動車を作らなければ、死刑にすると、ボンバースト男爵に命令され、誘拐されてきた。 他の発明家と共に自動車を作ることになる。一方、バルガリアに到着したポッツたちは街に子供がいないことに疑問を持つ。そこにバルガリア軍とチャイルドキャッチャーが現れ親切なおもちゃ屋にかくまわれる。ポッツはおもちゃ屋から男爵夫人の命令で子供は連れ去られてしまうと聞かされる。バルガリア軍がチキチキバンバンを見つけて城に持ち帰った後、ポッツは おもちゃ屋の案内で、ボンバースト男爵の城を偵察に行くが、その隙に、子供たちが、チャイルドキャッチャーに連れ去られてしまう。ポッツとトルーリーは、おもちゃ屋に連れられ城の地下の洞窟に案内され、逃げ延びた町の子供たちと出会い、協力して、ボンバースト男爵を倒そうとする。次の日、ボンバースト男爵の誕生日を迎え、城では貴族たちがパーティーを開いていた。おもちゃ屋は、 ボンバースト男爵におもちゃの人形を献上するが、人形はポッツとトルーリーの変装だった。ポッツはボンバースト男爵をロープで天井に吊るし、それを合図に街の大人と子供たちが城に突入する。混乱の中、ポッツたちは子供たちとバンジーを助け出し、ボンバースト男爵と男爵夫人は街の子供たちに捕まる。チキチキバンバンを取り返したポッツたちは、 街の人々に見送られ、イギリスに戻る。おとぎ話を聞かせた、ポッツは、最後は、パパとトルーリーが結婚して終わるんでしょと子供たちに、茶化されながら、トルーリーを家まで送る。トルーリーに恋していたポッツだが、発明が、失敗続きで引け目を感じ、気持ちを伝えられずにいた。自宅にポッツが戻ると、そこでは、バンジーと、兵隊遊びを楽しむスクランプシャズ社長がいた。 スクランプシャスは、ポッツが発明したキャンディーが、犬用キャンディーとして好評になったと告げ、契約書にサイを求める。喜んだポッツは、トルーリーに気持ちを伝えに向かうが、話を聞いて、彼の家に向かっていたトルーリーと鉢合わせになる。ポッツは、トルーリーに気持ちを伝え、空を飛ぶチキチキバンバンに乗って自宅に戻る。007シリーズの原作者で知られるヤン・フレミングが、 唯一表した童話で、1964年に出版された原作に基づく幻想的なファミリーミュージカルである。制作も映画版007シリーズの仕掛け人であるアルバート・アール・ブロッコリーによる。脚本はブラックな異色短編集やファンタジー童話で知られ、007は二度死ぬの脚本も手掛けたロワルドダルである。映画オリジナルのミュージカルだが、その後、舞台版も制作された。 1964年のディズニーのメリー・ポピンズの大成功が形作ったファミリー映画の流れを組む一作である。メリー・ポピンズと同じ20世紀初頭のイギリスが舞台とあって別会社のユナイテッド・アーティスト制作ながらメリー・ポピンズに関わった多くのスタッフが再結集した。その顔ぶれは主役のディック・バンダイクや作曲のシャーマン兄弟、振付のマルク・ブローとディ・ディー・ウッドなど、 ボンバースト男爵の城にはドイツのノイッシュバンシュタイン城が扱われた。野外における撮影は実際にノイッシュバンシュタイン城にてロケが行われたが城の中のシーンはすべてイギリス国内のスタジオにて撮影された。海岸場面はフランスで撮影されている。ミュージカル映画自体が車用ジャンルとなりかけていた時代背景もあって メリー・ポピンズほどの爆発的ヒットにはならなかったが、ノリの良い主題歌は有名になり、日本の運動会などでも定番ソングとなっている。ペギー・ハヤマ、トモタケ・マザノリ、東京少年少女が圧勝隊の三者で合唱された主題歌の日本語役版も著名である。という車は、1920年代初頭の英国にて、当時の有名なレースカーとして実在していた。 大富豪で、洒落者のレーサーとして知られたが、旧型、メルセデスのシャーシに航空機用の大出力エンジン、積んで作らせた、特注の改造車で、当時のレース界で派手に活躍したことで知られている。この逸話を踏まえ、自動車好きでもあるフレミングが、題材にしたものである。社名の由来は、不揃いなエンジン音と考えられがちだが、実際は、 第一次世界大戦当時の兵士の愛称家で、休暇で、パリへ遊びに行くという歌詞から取られたものだという。なお、映画で使用された、チキチキ番番号のベースになった車は、パラゴンパンサーというイギリスの自動車で、スペックは12気筒、8000cc、MT4 速、最高出力225馬力である。日本語の題名を発音しやすい形に変えたのは、 当時、ウーア日本法人の宣伝部長であった、水野春夫であった。時は新兵による原作の初役、空飛ぶ自動車、森光社では、チキチキバンバンと表記されているが、後に刊行された、渡辺茂雄、富山坊、小玉智子、明日ナロ書棒の訳では、チキチキバンバンとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。